はい、皆さんこんにちは。この間ね、買ったこのホンダの発電機 EB23 ですね。あの普通のこう開放型というかね、フレーム型開放型のサイクロコンバータの発電機なんで、まあ、あの精密機械とかにはね使えないような発電機なんですけども、一応ね、まあ、災害というか地震というかね、台風というかあるじゃないですか。やっぱり、まあ、備えあればということで、1台ぐらいはねこういう発電機があってもいいのかなと思ってまして、一応これあのうちの方に置いてあります。で、今ね撮影してるのが連休、明けっていうか、もう今日で終わりなのかな、今日日曜日なんですけど、台風もね実は関東の方に結構来まして、大変なことになる予想があったんですが、なんとなく無事に乗り切った感じはあります。まあ出番はなかったんですけどね。それからつい先日もね、あの南海トラフのね、地震予備情報、地震臨時情報か、そういったのが発令されたりとかして、地震とかにもやっぱりね備えておきたいなというのがあったので、こういう発電機はね一応1台あります。ただね、まあ、一応問題点を言うと、サイクロコンバーターなので精密機器の充電、あの使用はねできないということと、あと開放型なんでね、ちょっと音がね大きいですよね。だその辺をねどうにかしたいなと思っておりまして、発電機をねちょっとまた新たに買いたいななんて思っていたところです。というわけで発電機をね実は買ってきまして、今日はそちらをご紹介したいと思います。チャンネル登録と高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。よいしょよいしょよいしょ、ほい、こちらですね、発電機。こちらね買ってきたんですよ、発電機。これがね脇田という、ね、ところの発電機で、一応インバーターで、こう見ての通り防音型ですね。でやっぱり、ね、大きさが結構ね重たくて、まあ、こういう感じ、このぐらいの重さになりますかね。僕のすねぐらいのねサイズがありますかね。 でインバーターなんで電気の質もいいし、音もね静かなんで、これやっぱね欲しかったんで良かったですね。でサイズ的に言うとね2300なんで、余裕でねいろんなものが動かせる発電機となってます。でこちらがね、発電、未点検という状態のものを買ってます。なんていうのかな、あのエンジンはかかるんだけど発電してるかどうかはチェックしてませんよっていうねやつですね。なのでまあまあちょっとかかるとは思うんですけどね、一応手動チェックというのを今日はねやっていきます。でですね、ちょっともう一個お見せしたいものがありまして、はい、こちらと、よいしょ、はい、実はですね同じモデルが今回は2台あります。これなかなかね同じものを揃えるの、まあ、特にこの機種の場合はあんまりメジャーなメーカーじゃないんですよね。あのホンダとかヤマハとかヤンマーとかね、あと電洋とか、そういったメーカーと比べると、まあ、マイナーなメーカーではあるので、同じ機種をね2台揃えるのはなかなか、まあ、難しいっちゃ難しいんでしょうけど、偶然ね2台買えたので、今回はねこちら両方とも手動チェックはできてるけども発電チェックはしてないっていうモデルですね。さあこの2台、まずかかるかどうかのねチェックを一応します。じゃあかけてみましょうか。でこれね多分前の持ち主の会社さんなのかな、なんか N2070 っていう品番、なんか管理番号みたいなのが書いてあるんでちょうどいいやということで、これをまあ1号機2号機という感じにしますか、まあ、0号機1号機みたいなね感じで。で手動はねあの簡単で、ここにねダイヤルがありまして、一番下まで回すとチョークになってまして、これでそのままね、あの引けばかかりますので。さあじゃあちょっとかけてます。あと、ね、燃料コックね、ここについてるんで、これをオンにしますね。燃料入ってるのかな、一応入ってます。これで引いてみますか。いいですか、いきますよ。
ですね。じゃあチョーク戻します。うん、あ、静かだ、やっぱりいいですね。で、今ねエコノミースイッチがオフになってる。あ、今オンでしたね。これがオフで、今これオン。最低限の、まあ、回転数をね維持するという感じですよね。で、まあ、これがね動くかどうかっていうチェックなんですけど、もう一台の方もねちょっとやってみますから、一回止めますね。はい、じゃあ2号機の方ね、こちらもやってみます。燃料コックをオンにして、燃料入ってるかな。はい、超入ってるな。で、チョークをオンにしていきますよ。うん、こっちもね普通にかかりますね。で、このエコアイドルを、まあ、オフにするとちょっと回転上がりますね。で、オンにするとおとなしくなるという感じですかね。じゃあかかることは分かったんで、次は発電してるかね、ちょっとこうなんかぶっ刺してみますかね。やってみましょう。じゃあね、まず1号機の方からやりますけども、今回はねちょっと大きめのやつですね。これね、ヒートガンですね。ヒートガン、一応 800W のヒートガンですかね、これね。まあ、あのもう一個ね、あの何でしたっけ、スポットクーラーね、あれが 600W かなのがあるんですけども、まあ、こっちの方が大きいのと、まあ、あとね実はそのスポットクーラーの方が突入電流がね、あのドカンとくるので、あの まあ、ちゃんとガバナーとかがね動作してるかのチェックはそちらの方がやりやすいかと思うんですけど、一旦こちらでやってみますね。じゃあまずこちらの1号機ですね。じゃあエンジンかけます。動いてますね。やっぱりね、今一瞬こう回転がこうガンと下がりましたけど、一応ガバナーがね働いて回転数が高くなってますね。でオフにすると多分戻ると思いますね。オフにすると戻る。でオンにすると、うん、ガバナーも開いて、でエコノミースイッチに今これオンになってるんですけど、まあ、自動的にね復帰して使えるようになってるという感じですね。で暑い風出てますから発電はしているということで間違いないと思います。うん、大丈夫ですね。じゃあ2号機のチェックします。はい、じゃあ2号機ねエンジンかけましょうかね。やっぱチョーク引かないとね、さっき一瞬しかかけなかったからまだエンジンが温まってないっぽいですね。一旦チョーク引いて、こちらのヒートガンやってみます。いきます。はい、来た。あ、いいですね。あとガバナーも働いて回転がね落ち込んでも維持しようとね努力してますよね。ちょっと燃料少ないのかな、若干ねガバつきありますけど、ちゃんと電気は出てますね。暑い風が出ています。まあ、2台ともねかかるし発電もするということが分かりましたんで、一応スペック説明しておきましょうかね。じゃあね、こちらの製品のざっくりと説明というかね、内容について軽く見ていきたいんですけども、品番はこちらですね、 HPG の 2300IS っていう品番ですね、モデルです。インバーターモデルで、燃料はガソリンということですね。でね、細かい、スペック等なんですけども、こちらあれだな、パネル見ながらにしようかな。じゃあね、こちらね、今ね内容なんですけど、一応50、60はね切り替え式ですね。だってどこについちゃうんだろう、56、あ、あるわ、ここにあるわ、50、60ね、今50になってますね。
こちら切り替えのスイッチになってますね。で、まあ、普通にこちらが 100V で、こちらがね1個で、まあ、23アンペア使えるっていうね 100V の方ですね。あとねバッテリー充電もできますね。 DC12V 8.3 アンペアということでバッテリー充電も対応。これがあれかな、ブレーカーかな、なってますね。で、さっき言ったね、エコノミースイッチ。これ、今オンですね。オフ。これで、まあ、最低限の燃料でね、エンジンを回し続けることができるということですね。で、これがメインスイッチ。これが今ストップ。これがオン。これがチョークね。こういう感じで、ダイヤルを回して、これがエンジンスイッチという感じですね。で、出力は、2300W、2.3kVA ってやつですね。で、こちらね、燃料タンクは4リッター入るとね、4リッターも入るんで、まあ比較的ね、いいんじゃないかなと思いますね。で、連続運転は 3.2 時間、負荷値で 3.2 時間ね。で、4分の1、このエコノミースイッチ使って4分の1だと7時間も動くということですね。で、長さが565の、幅が339の高さが467と。で、重さがね、27kg ですね。質量27kg。で、運転のね、音量としてはね、82dB となってますね。で、こちらの発電機なんですけども、まあ、これね、まあ、買ってきたまんまなんで、何もしてません。オイル交換とかね、何もしてないですね。単に今日は、今、始動チェックだけしたんですけども、まあ、単にねエンジンがかかるかってことと、それから発電してるかってことね、チェックだけできればいいので、とりあえず今回しましたけど、結構ねコメント欄でね、エンジンオイルぐらいは交換した方がいいですよってね、ありがたいお言葉いただくんですけど、あのしますから、ちゃんとね大丈夫ですんで、オイル交換と、それからプラグね、プラグ、それからまあ見て確認ですけど、エアクリとかね、その辺はねあのやりますんで、アドバイスをいただくんですけどもね、その辺はちゃんとやりますんでね、ご心配なくということですね。さあ、じゃあね、これはまあこれでいいとして、じゃあさっき今言ったね、オイルと、それからプラグと、それからエアクリね、この辺のね点検をねやっていこうかなと思ってます。あのコメントでねいただくことも多いですし、その辺のまあ動画もご覧に入れた方がいいのかな、一応ね、ということで、まあ、ちょっとねまず開けるってみます。で、2台一緒なんで、こっちの72070って書いてある方、こちらからやってみましょうかね。まあ、こちらからというか、あの1個見ればね、あの品番とかは分かるので、内容を確認しながらねやっていきます。じゃあこっちちょっと開けてみますか。じゃあこっちの1号機からやっていきましょうか。ちょうどね高さが欲しかったんでね、あのちょうどいい台があったんで、この台使います。なんかホンダって書いてある台があったんでね、これを使ってやっていきます。で、まあね、開ける場所といったらね、もうこの辺にあからさまにね開ける場所があるんですよね。これプラグだな、プラグで、これオイルだな。もうメンテナンス性抜群じゃないですか。ちゃんとこれオイルの通り道がちゃんと作ってあるんですね。で、多分エアクリーナーとかはこの辺の多分カバー外すんじゃないかな、バコンバコンとね、丸々外して多分交換だと思います。なのでね、この辺もう開けちゃいますかね。もうこれ外しましたけど、まあこれはいいとして、一旦こちらの、右側のねカバー外してみます。はい、簡単に外れましたね。いいですね、整備性高いですね。で、これ見ると、まあこの辺はさっき見たねオイルですよね。で、これキャブレターだな。で、これエアクリか、これですね。まあ、この辺エアクリ、ちょっとじゃあこれ開けてみますかね。はい、中かな、開いた。はい、あ、これがね、こっちが吸い込み側だねの。あ、綺麗綺麗、全然綺麗だわ。これあんまり運転時間長くないんじゃない、実はそんなに使ってない感じしますよね。だって汚れも全然なんかめちゃくちゃ詰まってるって感じしないもんな。ただね、やっぱウレタンの表面がちょっとね硬化してる感じするな。こう押してもね戻ってこない場所がいくつかあって、中の方がね硬くなってるみたいなところがねありますね。まあ、変えてもいいかなという感じですかね。ただ汚れは全然ないんで、これこのままいきます。うん、大丈夫ですね。
じゃあこのまま戻しましょう。じゃあ続いてプラグですね。プラグもちょっと今回したから若干熱いですけど、あ、簡単に外れますね。はい、ちょっとねプラグレンチ持ってきますね。なんかプラグ緩かったな今。はい、プラグ外れました。ちょっと熱いかな、ちょっと熱い、大丈夫だな。ね、プラグの今品番見ますけどね、 BPR6ES か。 ES はうちないかもしれないな。でもねこれ見るとくすぶってはいるんですけど、そんなにねなんか摩耗してるっていう感じはあんまないですね。プラグこれはまだ使えますね。掃除します。綺麗になりましたね。まあこんなもんでいいでしょう。これねアワーメーターがついてないからね、どのぐらい使ったかっていうのは、まあ、管理できないんですけど、まあ、この状態だったら割と管理をちゃんとしてたか、それがねすごく短いかね、運転時間がって感じだと思います。当たりだったかもしれませんね、買ってよかったかも。じゃあねオイル変えますね。これを緩めればね出てくるんで、はい、お、出てきた出てきた。なんか思ったより綺麗ですね。まだね透明度を保ってますよ、全然すごい綺麗。こんな綺麗なの買えなくてよかったのかな。まあでもねちょっと素性が分かんないのでね、前のメンテ状況とかがね分かんなかったんで、まあ、今回はねちゃんと変えますけどね。これ発電機本体はね傾けないと完全には排出されないんで、この辺はねちょっと気をつけながら十分ね排出していかないといけませんね。あと結構このノズルというかねオイルの通り道作ってあるんですけど、意外とこう裏側に回ったりしてこぼれそうな、こぼれなさそうな感じですか。うん、まあメンテ性そんなにね求めなくてもね十分だと思いますけどね。じゃあもう少し傾けてちょっとやりますね。はい、オイルはね結構抜けましたね。であんまりね傾けるとね、これキャブレターなんでね、こっちからオーバーフローしてガソリンがね漏れてくるみたいなんで、あんまり極端にねこう倒せないんですけど、もうだいぶ抜けましたよ。このバットにたっぷり抜けて、まあ多分ねオイル交換の、まあ、必要、これ450だったかな、書いてあるのかな、書いてないや。説明書がねさっき PDF でダウンロードしたんですけど、確かね 450cc なんですよね。もう一回確認するか。あ、そうそうそう、これですね。ちょっと僕スマホですいませんが、これ光っちゃうな、こうだなね、450cc 入るということなんで、まあ、十分抜けてはいるんでね問題ないでしょう。じゃあ規定量オイルを入れます。よいしょ、じゃあオイルをね注入していきますね。結構ね口が細いからこぼれちゃいそうなんで、ゆっくり入れないとダメだな。ほんとねちょろちょろちょろっとずつしか入らない。これ口がね小さいのが理由なんで、このねオイルジョッキのノズルをねもっと細いものにするとか、あと上部を使うとかね、なんかちょっと工夫した方がいいかもしれませんね。これでも入らないことはないんですけどね、時間がかかります。ゆっくりねこぼさないように 450cc450ml ね注入します。やっぱちょっとこぼれますね、細いノズルが欲しいな。でちょっとね量をチェックします。一応ゲージがついてるんで、まあローとハイの間ならねいいんですけど、はい、まあローのちょっと上ぐらい、まあ半分までは入ってないかな。
まあそれはね、その通りで、まだね、多分あと 50cc ぐらいは入るのかな。まだ全然ね、残ってますんで、これね、ちょっとこれだけ入れちゃいましょうか。これ入れて多分ね、半分ぐらいの位置になると思うんですよね。さあ、どうでしょう。もう一回やってみますかね。どうですか？あ、いいですね。ちょうど、まあ、7分目、8分目ぐらいになってますね。十分。じゃあこれで終わりにしましょう。まあ抜け切れてないオイルとかもありますからね。このぐらいでいいでしょう。多分ね、どんぐらいだろうな、40ぐらいなのかな。多分まあ 10cc ぐらいは中に残ってると思うんで、その分考えてね、測ったオイルの量をまんま入れるんではなく、一応ねゲージでチェックするということを前提にしてやっていきますんで、これでね OK です。じゃあオイルも入ったし、エアクリもねちゃんと蓋したし、プラグも大丈夫なんで、まあカバーして試運転しますか。これか。よし、じゃあ一応基本点検は終わりでいいですかね。プラグやって、オイルやって、エアクリやりました。一応チェック、指導チェックします。でさっきの通り、あ、これね、指導の時はねエコノミースイッチオフでないといけないんで、オフにしておきますね。で一応チョークを引いて、じゃあ引いてみます。ありましたね。カメラを動かして、ちゃんと出力もねされてますね。でエコノミーをオンにすると、静かになりました。じゃあ同じようにね、もう1台の方も点検整備します。じゃあ2号機の方もね蓋開けたんで、まずはね、じゃあさっきの順番で言うと、エアクリからねちょっとチェックしてみますかね。蓋開けてみます。さあどうかな。はい、お、こっちもね綺麗だわ。全然詰まりがねない感じですね。こっちのウレタンはちょっと状態いいかな。なんかボロボロする感じもないですね。これはじゃあこのまままた使いましょう。交換部品少ないと助かりますね。部品代もかからず済むし、意外と買ったまま、そのまま使えちゃいそうな状態でしたね。多分ね、これリースなんですよね。あのリース会社からの、多分なんつったの、リースアップっていうか、入れ替えでね、多分出てきたものだと思います。基本的にリースアップっていうか、その減価償却がね終わっちゃったらね、税金の面もねあんまり利益っていうか利点がないんで、大体ね買えちゃうことが多いですからね、リース屋さんは。さあ、じゃあ次はねプラグ見ます。どうかな。やっぱりね結構くすぶり気味ではありますね。まあ、これはやっぱりこういうもんなんでしょうかね。相変わらずくすぶってますんで、これもね掃除します。電極のね角っこも全然まだ丸まってないですし、まだまだ使えますね。まあ、交換してもいいんですけど、まあ、使えるものは使いましょうね。じゃあ元に戻します。じゃあ最後にねオイル交換しますか。これもさっきみたいに、よいしょ、ね、キャップを緩めて、あ、これもちゃんと量入ってますね。汚れはまあまあな汚れですけど、普通にまだまだ使えそうな状態ではありますかね。傾けて出していますかね。よいしょ、来た。おお。
構綺麗かも実は。汚れてね いますけどね一応ね、まだ交換時期ではないようなぐらいの汚れ具合かもしれませんね。あんま傾けるとね、今度ガソリンが漏れてくるんですよ。あのオーバーフローしちゃうんで、それがあるんでね、ちょっともうちょっとうまいこといかないかな。この辺にしたいな。でも突っこけて落っこってくる可能性あるんだよな、発電機自体がな。怖いんで、あんまり派手なことはね、したくないのと、あと暗い。照明がね、上からしかないんで。さあ、あんまり傾けると、そろそろガソリンがこぼれてくるのかな。程よく。あ、もう出てこないな。これ以上傾けると、ね、ガソリンが本当に出てくるんで、こんなもんにしときます。抜いたね、オイルはこんな感じですね。あの下がね、透明に、まあ、見えるぐらいの汚れ具合なんで、あのすごい真っ黒っていう感じではないんですよね。やっぱりリース屋さんっていうかレンタル屋さんがね、しっかり管理してたっていうことだと思います。じゃあ新しいねオイル、また 450cc 入れます。はい、じゃあまたね450入れます。ゆっくりね、ゆっくり入れます。ゆっくり入れてもね、こぼれちゃうんですよね、なんだかんだで。まあとは言ってもね、ダバダバこぼれるわけではなくて、あの程よくなんかちょっとオーバーフローするなぐらいな感じですね。時間をかけて大幅にねこぼさなければいいのかなと思いますんで。うん、入りましたね。ちょっと拭いてまた量を確認しますね。あ、結構フルになっちゃったな。いっぱい、ちょっといっぱい超えちゃってますね。抜ける量が少なかったのかな。しょうがない。じゃあちょっと抜きますか。もったいないけど、このまんま使うよりかはね、絶対いいので、ちょっとだけ抜きます。8分目ぐらいまでなりましたね。うん、じゃあいいでしょう。じゃあ、これで OK かな。じゃあまたね、カバー取り付けますね。はい、ということでね、メンテナンス終わったんで、もう一回じゃあ手動チェックしますね。チョークを引いて、スターターをね、引っ張ってみます。燃料コックオン、いきます。うん、いいっすね。一応エコノミースイッチオン。今変わんないか。変わんないですね。さっき変わったんだけどな。なんか理由があるのかな。ね、変わんないですね。なんだろう。もう一個の方は一応効くはずなんだよな。こっちは効くな。エコノミースイッチね、オン。なんでだろう。でもね、こっちもね、さっきは聞いてたんですよ、エコノミースイッチ。エコノミーオフにして、かけて。変化ないですね。機械入れてみましょうか。エコノミーオフにして、スイッチがいまいちうまく動作してない可能性もありますけど、まあこれはこれでいいでしょう。うん、OK。
なんかエコノミースイッチが変でしたけど、まあいいとしましょう。でね、さっき忘れてましたけどね、これ同じ機種じゃないですか。でね、連続じゃない、並列運転か、並列運転っていう機能があって、ここにねこういうキャップがあるんですよ。これね、これで、この並列出力っていうこの端子とこっちのね、この機械の同じここ並列出力ね、これを専用のハーネスでつなぐと単純に倍にできるという、まあ、そういう機能がね一応ついてます。で、あのホンダの EU9i とか EU16i とかその辺の機種もね、あの並列運転ってあるんですよ。で、Q だとね、QI のね、エントリーとか、その辺のやつは、並列運転が省略されてる発電機で、ちょっとお安いんですよね。で、これはそれの機能がついてるやつで、しかも 2300×2 なんで、4600になるという発電機なんですね。で、それもあって、その並列接続ができれば、4600にできるっていうのがね、かなり大きいんですよね。4600の発電機を買おうとすると、まあまあするんで。まあ、小さいものが2台でねできるっていうメリットを今回は考えて、同じ機種を2台買ってみたということです。まあというわけでね、ちょっとだいぶ外が暗くなってきちゃって、実はですね、埼玉暑いで有名な埼玉なんで、かなりね作業が辛いんですよ。で、もう今ねだいぶ楽になって、今は33度、でもさっきほんと35度とかね、そのぐらいなんですよ。熱中症警戒アラートで出てますからね。まあ、33度でも風がねないとやっぱり暑いっすよ。というわけで、あまりね暑い中作業するとほんと熱中症になって、それ体力がね奪われますからね。皆さんもね、もし外で作業するときは十分に休息を取りながらね作業してください。というわけで、今回はこちらの2台の発電機を購入して、まあ、試運転と簡単なメンテナンスをするというね動画でした。これからね、まあ、地震とか台風とかね、さまざまな災害とかもね出る可能性ありますから、そういった時にね、まあ活躍しないのが一番いいんですけども、備えあれば憂いなしということで、今回はね念のためにね2台購入しておきました。まあ、出番がないことを祈ります。というわけで、今回の動画は以上で終わりにします。チャンネル登録と高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。